若者が10人の悪人よりも周りの人々に不幸をもたらすカナダの言い伝え。そう。田舎のばあさん意識戻ったって。え、お前が心配してるんじゃないかって。お袋がうるさいから。あ、そうなんだ。 よかったね。お前さ、何、いや、いい、何を気になるじゃない。ごめん、大丈夫。お前何やってんだよ。お前やばんだよ。おやじ、お父ちゃん、どうぞ。それどこじゃないだろう。まっちゃんから連絡を受けて慌てて飛んで帰ってきたんだ。いやいや、帰ってきてよかったよ。お前まだその高校生なんだから。そうそう、まずは健全な交際を。健全な、何言ってんだよお前。そうそう、やってて、な何もしてるよ。こんなの相手にするかよ。え、おやすみ。ちゃうねん、これ父ちゃん、ちゃうねんよこれ。それがさ、一つ屋根の下で二人きりになっても何もないのって。二人きりって、リエ君と。えー、うっそー。待ってください。なんちゅうことを。何があったのよ。お前まさかあのイリエと。変なビル貼り付けたらな、俺が仕事してんからな。押してんじゃん。お前やったんか。あ、お前ほら、また変なビラを貼って。中村、お前か。なんで僕が子飼いです。いいから来い。子飼いなんです。おい、逃げ、母さん、なんで子飼いだって。子飼いですよ、母さん。どうしよう、またエリエ君に怒られる。まあまあ、これも運命だから。ねえ、ちょっと。何あれ、感じ悪い。私の入江か、私の生徒の入江君にあんなこと。私、純潔が怪我された思いです。純潔先生、まさかまだバージン。比喩です、比喩。どこから海の3人は。バカとは何ですか、バカとは。まだ言ってないでしょ、バカ。ほら言った、今言いましたね、今。もうね、これだからね、ふみの担任はいけないんですよ。ふぐみってうちの生徒は関係ないじゃないですか。ごめんね、入江君。だから無断努力するなっつったろ。それもだけど、そうじゃなくて、あの掲示板のこと。ごめんね、ことこっちに心配かけちゃって。いえ、なーに2人ともそんな離れて座ってんの。お兄ちゃんたら、テレ屋さん。あ、美味しそうね、ちょっとこれ。うん、美味しい。これことこちゃん作ったの。料理上手じゃない。いや、あの、これ入江くん。え、お兄ちゃん作ったの。お兄ちゃんがお料理作るなんて、うん、さすがことこちゃん。え、ママ
だってお兄ちゃんがお料理するなんてことこちゃんじゃないとできないじゃない。ねえ。そうですか。うん。確かにそうだな。しかできない。いいか、今配っている資料は進路についての資料だ。みんな気合を入れて読んでおくように。先生、はい、なんで進学資料じゃないの？入れる大学ないからだ。私、うちの大学エスカレーターでいいんだけど。エスカレーターは校庭お止まりなんだよ、F 組じゃ。そうバカモン、お前たちはもっと気合を入れろ、気合を。あ、高校3年というこの大切な時はたった1度しかないんだ。ここで頑張んないでどうする。ここで高校になって1回しかないじゃんね。入団すればもう一回やれるぞ。うまい。お前たちっても。この子はどうすんの？私は入江君と同じ大学っていうのは絶対無理だよ。だって向こうは学校一の超天才なんだもん。うん、無理無理。それはちょっと無理無理。直樹は東大理学部か。俺とレイクは清め学部だ。私も東大よ。だってレイコンちゃんは大体清め学部出身だろ。私は私よ。じゃあ俺も東大だ。お前さ、海外留学したらどうだよ。東大なんか当たり前すぎてつまんないだろ、お前には。慎吾か。私さ、美術系の専門学校行こうと思ってんだ。え？私は短大の保育科かな。みんなもう進路決めてんだ。だって迷うほど選べる道ないもん。そうそう、ね。金ちゃん。うん。金ちゃんは進路もう決めたの？悪いことか、今日俺急いでんね。あ、何よ金ちゃん、せっかくことか誘ってんの。そうだよ、大事だ。こっちゃん、こうなったらこの手しかないからな。しっ、何やってんの。金ちゃん待ってよ。金ちゃん、金ちゃん、私どうしたらいいのかな。お待たせ、はい、ご苦労さん。はい、じゃあいただきます。いただきます。入江くん、あの入江くんはやっぱり東大受けるんだよね。あら、ダメよダメダメ。東大なんて頭良すぎて面白みがないもん、東大の男なんて。え、でもあのおじさんもほらね、東大男はやっぱり専門職じゃなきゃ。しげさんみたいなプロの料理人なんていいわ。しげさんが包丁持ってる時の姿惚れ惚れしちゃうもんね。そうですかね、うん、あのね、ママ、お兄ちゃんは日本一の天才なの、うんうん、それがどうして。あ、そうだ、お兄ちゃん、しげさんに弟子入りしたら。ことこちゃんと結婚して。おばさん、ママ。そしたらことこちゃんは本当の娘になるわけだし、一石二鳥じゃない。絶対反対だよ。冗談じゃないよ。僕、ことこがお姉ちゃんになるくらいだったら死んでやる。ねえ、いいと思わな、あなた。何よ、煮え切らないわね。だから東大での男はダメなのよ。お兄ちゃんは板前さん、しげさんみたいな。結婚か、ダーリン。なんだなんだい、ハニーなんだい。あー、もういやいやいや。お願いします、弟子入りさせてください。ダメだダメだ、いくらことこの友達でも。いや、そこなんとか、なんでもやります。この女と体力は日本一。どうしてもっていうならな、ちゃんと高校を卒業してから来い。それやったら遅すぎるんです。え、よろしくお願いいたします。そんなことでサービスの質を落としてどうする。人手が足りないんだったらな、私がやる。もういい。親父、会社どうかしたのか。あ、いや、大したことないんだ。大丈夫大丈夫。それよりどうするんだ、大学は。やっぱり東大か。まあ、お父さんは直樹が東大に行ってくれれば嬉しいけど、お前の人生だからな。お前の好きなようにすればいいんだ。でも会社のこともあるしさ。いや、いいんだよ、うん、どうせ一人で始めた会社だし、一代で終わってもいいさ。東大でもどこでもお前が決めたとこだったらお父さん何にも言わない。何しろお前は自慢の息子だからな。な。やっぱり東大か。先生、どうした。私
にある短大とかの専門学校に行きたいんですけど、そういうのあります？やだ信じらんない、ゾンビみたいな女。入江くんかわいそう。ほとんど変質者ね。まあ心配しなくても彼女はどこも受かんないわ。先生、また生徒のやる気を奪うようなこと言って、それでも教師ですか。もう素晴らしいガッツじゃないですか。ガッツ、先生、私の進路は。さあ君たちも一緒にガッツを出そう。やめてください先生。あなたの進路。そうだな、ありがとうございました。おいしそう。さあどんどん食べてよ。ごちそうになります。はい、いただきます。はいはい、いらっしゃい。ちょっと危ないじゃない。金ちゃん、どうしたのこんなとこで。弟子入りしたいな、お父さんに。お父さん？おいおい金、お父さんじゃないだろ、親方だろ。はい、そうでした。はい、そのうちな。断ってもめげないんだよこいつ。まあその根性を買ってな。りんちゃん、そんなこと一言も。うん、前からな、料理になりたいと思っとった。でもどうして急に。もうのんびりしてられへんからな。男をいつまでも悪魔の家に置いとかれへん。失礼よ、そんな言い方。さすがバカ、大事な将来を不純な動機で決めるなんて。あお、好きな女のために人生かけるのどこが不純や。りんちゃん、えらい敵ながらあっぱれだわ。そうですか。お兄ちゃん、負けてらんないわよ。ママ、いやー、ことこちゃんってモテんのね。いや、それほどでも。ねえ、しげさん。勇気はいいの。みんないろいろ考えてるんだね、将来のこと。いいなあ、目標がはっきりしてて。私は何ができるんだろう、何をやりたいんだろう、わかんないや。入江くんは？あ、もしかして入江くんも迷ってたりして、私と同じとかね。一緒にすんな。お前には何もないもんな。え？空っぽだろ、頭の中も。じゃあ入江くんは何よ、何がしたいのよ。ほら、言えないくせに。お前には関係ない。あるよ、関係ある。はい、あるってば。私は入江くんのことが好きなんだから。東大リードね。学園長は入江君にはうちの大学からの交換留学も考えてほしいとおっしゃってるんだけど、ご両親ともよーく相談してみて。はい。直樹も迷ってるみたいだな。案外あいつも普通の人間なんだ。そういえばあいつ最近前みたいなハイパーとかにしないもんな。あの FB のバカと付き始めてからさ。バカなこと言わないで。直樹はあんなこと付き合ってなんかいないわ。レイコちゃん、ただいま。あ、お友達、こんにちは。ね、何してるの。なんだよ、あっち行けよ。あ、なにこれ。表彰状だよ。作文コンクールの最優秀賞だったんだぞ。すっごい。ね、ちょっと見せて。あ、何すんだよ。いいじゃない。返せよ。僕の夢は将来お兄ちゃんが社長、僕は副社長としていろんなアイデアを出し合い、お父さんの会社を世界に誇るエクセレントガンバリーにすること。返せよ。それが僕の夢です。まだママにも見せてないのに。入江くんが社長か。そうだね、秘書なんてどうかな。は？社長秘書、ね、こんなタイトスカートさ、ピシッと着こなしてるんでさ。
社長、本日はアメリカの総理大臣とお会いする予定です。なんちゃって、似合う似合う。バカ、アメリカは総理大臣じゃなくて大統領じゃないか。そうだっけ。ユキのお姉さんって結構バカだな。ちょっとあなた失礼ってもんじゃない。こんなのお姉ちゃんじゃないよ。ユキくん、ユキどうしちゃったのかしら。ユキ食べたくないって。はあ、まったく。後で何か持ってってやるよ。うん、私また怒らせちゃった。ことこちゃんのせいじゃないわよ。あの子わがままだから甘やかしすぎちゃったのよね。でもユキくん、今日作文コンクールで最優秀賞取ったんですよ。おめでとうって言ってあげなくちゃ。あら、あの子そんなこと一言も。入江くんが社長で、自分は副社長になっておじさんの会社を大きくするんだって書いてて、おじさん喜ぶね。きっと入江くんが社長になったら、ほんとすっごい会社になりそうね。えねえ、ごちそうさま。え、入江くん、ちょ、お兄ちゃん、たくも二人ともわっかままなんだからね。ゴーグルセンターへ。相原、お前だけだぞ。進路志望の調査書出してないのは。あ、はい。親御さんともよーく相談してな。はい、すみません。よし。永久就職って書いてもええぞ、ことこ。あ、俺が一人前の板前になって幸せにしたる。じゃあそれまで待っとる。ほな。あ、出た出た。兄ちゃん、兄ちゃん、ちょっと待って。本当に永久就職って書いたら進路とのことだと思った。いいじゃん。もう直樹、大事な話があるの。明日1時に赤坂のカフェデプレで来てくれるでしょ。分かった。じゃあ明日。デートの邪魔はしないでね。ここに来るの久しぶりね。いらっしゃいませ。入江くん、直樹といつも一緒にいるだろう。入江くんしか見てないから。成績だっていつも直樹の次だし。じゃ、ずっと2番、ずっと入江くんの下。ふぐみのバカに言われたくない。私だって入江くん以外の人にバカって言われたくない。ブーって。それで大事な話になる。将来のこと、私たちの。決めてくれない？早く。東大に行くの？それとも留学？どっちでもいいだろ、そんなこと。よくないの。私も直樹と同じ大学に行くつもりだから。お前そんなことで進路決めんのか。そうよ。分かってるでしょ、私の気持ち。離れないわ、直樹と。あんな子なんかに負けない。あいつは関係ない。あるの。直樹、こっちを見て。私をちゃんと見て。
入江君のバカ。今日は琴子ちゃんが欠席か。寂しいわね。あいつもとわがままで、お兄ちゃんまた琴子ちゃんに意地悪したんじゃないでしょうね。まっちゃん、お兄ちゃんたらいじめっ子なんだから。ママ、ママは一体誰のママなのさ。琴子と僕たちとどっちが大事なのさ。いやーねー、やきもち焼いちゃって、大人みたいなこと言ってても、まだ子供なんだから。いいんですか、この張り紙。今度こんなことしたやつはただじゃおかないっつー。あー、やだやだ、こんなの根性ある同士のカップルで。あ、いやいや、あー、そうですね。あれ、次は11。あなたもよくやるわね。ちょっと、あんな写真が出たからって奪んないでよね。琴子だって入江君とキスぐらいしてるんだから。ちょっと、直樹、本当なの、彼女とキスしたって。とぼけないでよ、入学式の日廊下で。思い出した、あれなら衝突事故だ。こっちは被害者。直樹のことだもの、汚いなんて言ったんじゃないの。なに、男のキスは汚いよと。お前そんなこと言ったんか。お前言った、こんな野郎。おい、俺なりさえ乗ってんけ。そんなことだと思ったわ。変な噂巻き散らさないでほしいわね。ひどい。別に私そんなつもりじゃ。くだらないことすんなよ。何のこと。勉強も恋も全力主義なの私。なに、みんな元気ないわね。おばさん、私このポテトサラダにも目がないんですよ。ゆいちゃん、なんか疲れてないか。大丈夫大丈夫。はい、ちょっと待ってください。昼間フライだって。 あなた、会社から電話。あいやね、こんな時間まで仕事仕事。ゆいちゃんも大変だ、社長だもんな。ちょっと出てくる。だってご飯は普通じゃないよ。もういいわ、全然食べてないの。大丈夫大丈夫大丈夫。戸締まりな。で、気をつけて。はいはい、たく仕事人間なんだから。お兄ちゃんもあんな風になったら嫌よ。ゆりちゃん疲れてるみたいだから、本当はちゃんと休んだ方がいいんだけどな。言っても聞かないのよ。あ、いや、それよりね、私ね、いいこと考えついたの。ママのいいことって絶対いつも良くないことなんだから。この家をね、改築しようと思うの。じゃーん、はい、入江家完成予想図ね。じゃーん、
これがことこちゃんのお部屋、これがしんけさん。ママ何言ってんだよ。おばさん、まっちゃん、ゆりちゃん知ってるのかそのこと。あ、いいのいいの、あの人はね仕事にしか興味ないんだから。いやいや、いくらなんでもそれでさ、ことこちゃんとお兄ちゃんが結婚したら私たち本当に親類同士よ。あの人だってね反対するわけないのよ。うん、絶対反対なんかさ。いい加減にしろよ。お兄ちゃん、ゆりえくん、今親父がどんなに大変か分かってんのか、どんな思いで仕事してんのか分かってんのかよ。家族なんだと思ってんだまあまあ、直樹くん、他人は口出しないでくれませんか。お兄ちゃん、しげさんにそんな、もうこのわがままにはうんざりだ。お兄ちゃん、ゆりえくん、あんな直樹初めて。おばさん、まっちゃんじゃん。おばさん、私がいけないんです。私がほらいつも入江くんをイライラさせちゃってるから。うん、ことこちゃん、いや、俺たちがいつまでも居候してるのが悪いんだ。しげさん、入江くん、ついてくんな。だってお前と話したくないんだよ。入江くんらしくない。おばさんにあんなこと言うなんて入江くんらしくないよ。どうしちゃったの入江くん。俺らしさってなんだ。え、何も知らないくせに。入江くん、どけよ。ママ大丈夫かな。黙っててくんないか、ゆうき。ことこのせいだ。みんな、みんなことこのせいなんだ。いつも仕事仕事でしょ。お兄ちゃんや勇気も何でも自分でできちゃうし、私なんてね必要ないんじゃないかなって時々。いや、そんなことないよ、まっちゃん。だからね、ことこちゃんとしげさんがいてくれて私どれだけ助かったか。だけどね、まっちゃん、お願い、しげさん出てくなんて言わないでよ。やっぱり出てこう。俺たち家族の中に他人が入り込んじゃいけなかったんだよ。お父ちゃんそんなことよーく分かってたんだけど、ついまっちゃんやいりちゃんに甘えちゃってな。賑やかな家族に憧れていたのかな。お父ちゃん、また二人きりになるけどやっと切るよな。大丈夫。うん、やるか、いつもの。脱皮なんだから。
ちに踏ん切りつけなきゃな。ん？直樹君のこと好きだって気持ちは大事だけどな、相手の重荷になっちゃいけないや。お前にはかわいそうだけどな。いいの、だって入江君好きな女の子がいるんだもん。美人で頭も良くて入江君にお似合いの子。そうか、うん。ねえ琴子、ん、頭は良くなくても美人じゃなくてもいつか分かってもらえるさ、お前の良さは。お父ちゃん、まあ、おやすみ。足切りがあるんだよ。それにもし受かったってさ、入江くんはうちの大学なんて絶対来ないって。いやそうだけど、ほらだけど万が一ってこともね。はい、ないでしょ。そうだよね。でも私は好きだけどな、諦めないことこって。そうそう、こことこ見てると希望湧いてくるの。そう、うん、元気出てきちゃった。東大経済学部、理学部じゃなくていいの？はい。ご両親はご存知なの？いえ、失礼します。入江くん。直樹、どうして理学部辞めたのよ。お親父の会社継ぐには経済も悪いからな。決めたのね。うん、分かった。行こうか。俺も先生に登録しよう。あ、あ、どうも。おい、直樹進路変えただろ。何やったんだよ。え、ちょ、なんだ、聞いてないのか。志望変えたんだよ。じゃあやっぱり同じ大学行けるの。いや、そうじゃなくてさ、そうじゃないんだよな。お世話になって、ありがとう。じゃあね。やっ、あいつ本当バカだな。直樹くん、いらっしゃい。何しに来よってん。おい、俺のお客様だ。あ、はあ、いらっしゃいませ。毎度。直樹くん、こっちに座って。悪かったね、忙しいとこ呼び出して。いえ、直樹くんには謝っておきたくてな。琴子がいろいろと迷惑をかけたから。いえ、俺たちもうすぐ出てくから。それ本番ですか？うるせえな、お客様にお茶だろ。はい、毎度。だからまっちゃんのことあまり怒らないでやってくれよ。まっちゃんあれで結構イリちゃんには尽くしてるんだよ。いや、本当だって。まっちゃん、イリちゃんの仕事のことで何かしようとするたびに必ず悪いことが起きるんだって。自分は疫病神だからって変なことに縁起担いでさ、自分が役立たずのような気がして寂しいんだよ、きっと。だから俺や琴子にもいてほしかったんだろうが、直樹君や由紀君に嫌な思いさせて悪かった。今日はどんどん食べてよ、ね、いい魚が入ってんだよ。オッケー、タイム持ってきな。はい、マド。あいつチャランポランかと思ったら結構よく働くんだよ。
いい板前になるかもしれないな。やる気があれば男は光る。まあ、直樹くんなんかもうピカピカだろうけどな。いえ、早くしろ直樹。はい、入りました。ほら、謎だろ。途中だろ、掃除。はい、毎度。私だってちゃんとやるときはやるわよね。同じ大学へ行くことなんだし、こことこ教えて。何言ってんだお前。え、お前も東大受けんのか。東大だって進路変更したって。学部変えただけだよ、経済に。そう。直樹、ちょっと。あなた、もういいからやめましょうよ。いい、いいから来なさい。お母さんに謝りなさい、直樹。やだ、いいのよ、兄ちゃん、そんなこと。よくない。それから、しげさんやことこちゃんにもちゃんと謝っておきなさい。お母さんはお父さんの大事な妻だ。お母さんを泣かせるのはいくら直樹でも許さんよ。いやね、こんなとこでのろけないでよ。のろけじゃない、のろけじゃ。それから、しげさんはお父さんとお母さんの親友だ。ただの他人とは違う。まだあるよ、直樹、座んなさい。直樹、お前、志望学部急に変えたそうだな。まさかお父さんに変な気を使ってるんじゃないだろうな。いいか、前にも言っただろう。いくら今仕事が大変でも、お前に手伝ってもらおうなんてお父さん全然思っちゃいない。わかったな。好きな道選べって言っても親父だろ。うん、そうしただけだよ。そうか。それならいいんだ。話はそれだけ。ああ。パパのバカ。勇気、パパに向かってなんてこと言うの。なんでお兄ちゃんを叱るんだよ。悪いのはママと子供じゃないか。勇気、私のせいで。だけどほら、もうすぐ出ていくから。入江君、ついてくるな。やだ、心配だもん、入江君のこと。ついてくるなって言ってんだろ。うんざりだよ、入江君。親父もおふくろも、それにお前の親父も、いい年して友達ごっこなんかで喜んでて、バカバカしい。入江君、入江君、入江君、私が入江君のことなんて何も知らないって言ったよね。私は知ってる。入江君、時々すっごく意地悪なこと言うけど、本当に意地悪なんじゃない。心の中にあったかいもの持ってるのにわざと隠してる。大人の顔してるけど、ちょっと子供のとこもあって、うるさいんだよ。そんな入江君が好きだった。でも今日みたいな入江君は嫌。私のことはどんなにバカにされてもいい。だけどお父ちゃんやおじさんやおばさんをバカにする入江君は嫌い。入江君を嫌いになるのなんか簡単なんだから。嫌いになってやる。嫌いになれるんだな。
嫌いになれるならなってみろ。その昔、マリー・アントワネットはあまりのストレスでたった一日で白髪になってしまったという。僕の場合はハゲた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 。こんなことになったのもことこのせいだ。でもことこが運んできた不幸はそれだけではなかった。チーズ残してダメだよ。だ体が資本なんだ。コレステロール。しげちゃん、ね、気をつけた方がいい。おやじ、何？家出たいんだ。え？何言うの、お兄ちゃん。直樹、どういうことなんだ？お兄ちゃん。直樹くん。お前レイコのことどう思ってんだよ。好きなのか。これから同じクラスの入江ゆきくんの見舞いに来てくれない？やだよ、僕塾だもん。ふわえぐいのやつちゅうのは小学生の頃から少年が腐っとる。はい、どうもありがとう。よしよし、ええ子やな。おう、もう向かれやる。はい、ゆっちゃキャッディ。いやだ、やば。あ、先生助けて、あの人怖い。小学生に向かって何してんの、あんたたち。え、先生。ちょっと、お前さえいなきゃよかったんだよ。お前さえ来なきゃ。